リュウ君、おハートありがとう。フラペチェノさん、おハートありがとう、ありがとう。おはよう。あ、大丈夫だよ。おはよう、お仕事頑張ってね。かまちゃん、おハートありがとう、たくさん。おはよう。寒いね。なんか寒くなるらしいよ、ここ1週間。またちょっとだけ、最近あったかかったけど、またちょっとだけね、寒くなるらしいね。あったかい方が好きだからねえ、自分もこれは。え、なんかさあのさ、おはよう。あ、週の後半は暖かい。あ、そうなんだ、東京ねえ、暖かくなったらいいな。もう4月の終わり。え、この前天気予報見てたらさ、なんか広島は曇りでとか言うじゃん、北海道は雪って、雪が少々みたいな感じでさ、天気予報しゃべっとってアナウンサーさんが雪と思って。4月の後半だけど、ちょっと寒いから多分雪が少々降るみたいな、北海道。嘘でしょと思ってびっくりしました。ディオさん、かわいい、ありがとうね。雪でも北海道ね、寒そうだよね。おはよう。あ、明日雨っぽいんだ。そりゃりゃ、あれれのりゃ。あ、なんか雨っぽい。最近曇り、ここ何日間か晴れてるような感じしたけどね。でもね、曇り続いてる。おはよう。え、冬にいや、戻りすぎよ。冬に戻るわ冬に戻るわ、戻りすぎよねえ。北海道の方は雪が、桜見ながら雪はちょっとあれだね、なんか綺麗だね、幻想的な感じねえ。寒くなっちゃうみたいだよ。フラペチーノさん、だるまさん、ありがとう。でも確かに今日なんかちょっとシーンってする。この時期そんな寒かったかなね、思う。それこんな寒くないよね。だってさ、だいたいさ、フラワーフェスティバルって5月にやってるじゃん。今年はさ6月にあるけどさ、5月のゴールデンウィークあたりにさフラワーフェスティバルやってたじゃん。来週ってことでしょ、フラワーフェスティバル。私フラワーフェスティバル一回半袖で行ったことあるもん。半袖、ちょっと寒かったけど、その日なんか半袖でフラワーフェスティバル行ってた記憶があるから、なんかうん、びっくり。まだ半袖で歩けないかな、寒い。うん、半袖一枚でも歩けないかも。夏は北海道、冬は沖縄に住みたいです。え、わかる。私それね、何回も言ったことある同じようなこと。私もわかる、めっちゃ。夏は北海道、冬ね、あ、どっちもさ、ちょうどいい温度ってことでしょ。夏暑すぎるからそんなに暑くない、北海道にいて、冬は寒すぎるからそんなに寒くない沖縄にいて、どっちともない温度感でいたい。おはようねえ、寒いね。今はね半袖。あ、でも日中は暑いのか。そうか、ねえ、ゴールデンウィーク半袖でね過ごしがちだよね。あ、サンフルも半袖の方。あ、本当？じゃあ、あれか、日中は暖かいから、でも普通なのか、季節感的には。
昨日の悔しきリリーベ暑かった。暑かった？暑かった。じゃやっぱ日中は暑いのね。確かに寒暖差が。朝とかはまだもうちょっと寒いよね。おはよう。確かにフラワーフェスティバル選抜入れるといいね。確かに確かに懐かしいですね。去年は言ってもいいのかなでもいいよね、終わったしね。フラワーフェスティバルね、あでもで言ってもいいよね。フラワーフェスティバルね出る予定だったんですよね。だから前日のフラワーフェスティバルの前日がもともと5周年コンサートで、5周年コンサートの次の日フラワーフェスティバルも出る予定で出演させてもらう予定だったけど、そう結局ね、そうそう去年です。去年のフラワーフェスティバル出れなかったからね、また出るチャンスがもらえたらなと思うけど、出れたらいいね。出たいです、フラフェスティバル。おはよう。そう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 、研究生で、うんうん、4人でお披露目的な感じで、コート出さんとき、え、そんなに？そんなに？寒いか、そっか、でもそうだよね。寒いの、寒い。確かに、それはもう大変だよ、コート。おはよう。ねえ、あ、ありがとう。配信見に来てくれて。そうそうそう、して、したいで出れなかった。そうそう、そうなんだよね。そうそうそう、懐かしい。もう1年だよ、お披露目から。お披露目からもう1年だ。コイさんピカピカありがとう。なんかしたいね、お披露目から1年、お祝いお祝いしちゃう。かわいいさんきちゃんおる。まだねあんまり喋れてないんだよね、さんきちゃんと。6周年終わってからもうみんなにあんまり会ってないからね、お話とかも全然できてない。おはよう。久しぶりなのですっかり忘れされてるやないかとヒヤヒヤです忘れないですよ私結構みんなのこと覚えてますからね、忘れないですよ。リア君、アイダルマさんありがとう。バンザルモンスターさん、アイダルマさんありがとう。おはよう。あ、15くらい最高。でも寒いね、15最高だったら。あ、バンザルモンスターさん、おいハートありがとう。ナオズさん、ハートありがとう。ねえ、もうすぐ1年。立っちゃうよ。出会って、確かに出会って。あ、お仕事行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。あ、5月3日で1周年、4日後御礼話しかおめでとう直接伝えよう。あ、確かに本当だね。そうだね、1周年を迎えて、できたてほやほやじゃないわ1周年迎えたてほやほやのあずみんとお話ができますよ、4日の日。なんとお話ができる。そしてなんと今お話し会の再販中です。わー、
そしてなんなんと今日の1時までだから皆さんまだ間に合いますよ。今日の再販、お話し会の再販は今日のお昼の1時までで、そう確かにそうだね、そっかゴールデンウィークにあるもんね。でも申し込みはできないんだ、5月4日はもう。マサドロさん、だるまさんありがとう、あ混ぜた、タコさんありがとう。ねえ、なんか1周年やりたいな、1周年企画ね、できたらいいよね。サンキちゃん、何か二人暮らしの部屋に持っていく、二人暮らしの部屋に、家のここの、でも全部持ってってるから、で持ってて逆にね、服がね、そうあの服を全部持ってってて、あのもう二人暮らし、あのお姉ちゃんとの家の方に持ってってるから、あんまりもう服がないなくって、ないかつ私パジャマ持ってくるの忘れちゃったんですよね今日。今日っていうか今回の、そうこっち帰ってきた時に実家のパジャマ忘れちゃって、そうだからお姉ちゃんが2週間前ぐらいにお姉ちゃん泊まりに来てたっていうか戻ってきてたのね実家に、その時に着てたパジ寝巻き、簡易的な寝巻きみたいなのがあるから、それ使ったらいいじゃんってお母さんに言われて、今 お姉ちゃんが着てた寝巻き着てるんだけど、お姉ちゃんは昨日帰ってきたの、昨日帰ってきて今日一泊して、そうお風呂上がりふーっつってそわそわ座ってたら、お姉ちゃんにあーって言われて、何って言ったら、私の寝巻き着てるって、私の寝巻きないんだけどって言って昨日言われて、そうお姉ちゃんもこれ着ようと思ってさ、寝巻き持って帰ってこなかったからさ、唯一の寝巻き私が普通奪っちゃって着ちゃってる。ふーちゃんロス中さん、ハートたくさんありがとう、青いハート。しんごさん、くまちゃん、青いくまちゃんありがとう、おはよう。そうお姉ちゃんの文化やってしまった、めっちゃ忘れて、みんな忘れてた。ごめん奪っちゃったって言って、唯一の。でも多分なんかないことはないから、服がね、服を全部持ってっちゃったわけじゃないから、なんか簡易的な寝巻きまた作ってた作ってました。おはよう。やっちゃった、やっちゃったの。ひりあすみさん、バラありがとう。引っ越し機にパジャマ買い替えんかったな、同じやつ買ってるな。そう
相当のでかいけんね、サイズが。袖だるんだるんになっちゃう。おはよう。どこにも出さんよ、出店せんよ出店せんし、キサせんし、みんなに。おはよう、おはよう。そう、ぷかぷか。あ、七曜日やったじゃない。え、見たよツイート、ありがとう、嬉しかった、めっちゃよかった、アイコン出て嬉しい嬉しい、めっちゃよかったありがとうね、嬉しい。アイコンアズミンでいっぱい並べてありがとう。私も出したいな自分のアイコン、なかなか出ないよねアイコンね。嬉しい、引き当ててくれてジャージはねある、ちょっとだけ。そうそう、ジャージ、ジャージとか逆に残ってるから、そう、多分そういうの着てるのかな。姉ちゃん今小松菜さん、初見さん、ありがとう。とうとう上だけで膝ぐらいまで、うーん、でかいね、な、結構でかい、多分だるだるになっちゃう。おはよう。サンキちゃんを追加され、確かにね、サンキちゃん追加されるとね、よりアイコン出にくくなるね。そうだね。でもアイコンの追加は自分らもすぐじゃなかったから、すぐではないのかな、まだなのかな、わかんないけど、ぐらいのタイミングだろう。高校時代、え、巨体操服とか逆に残ってる今、お家のこっちの実家に方に体操服とかの方がいっぱいある。ジャージのイメージない？本当？でもあんまり着ないかもね、ジャージ、ジャージ着ないかもしれない、そんなにね。アイコン、アイコンかな、七並べのアイコン、七並べのアイコンです。アバターもね、今ね、あれだよ、アバターも今やってる。あずみんのが出てくる、ガチャガチャガシャガシャポンみたいなやつで。キヨポンさん、タコちゃん、ありがとう。体操怪人ね、いや体操服、体操怪人家のえ、嬉しい、体操怪人、体操服、ランドセルはさ、ランドセルわかるけど、体操服嬉しいだし学校結構見えちゃうよ体操服。要検討要検討します、嬉しい。確かにアバターもなかなか、そうだね、アバターはサンキちゃんも増えてるから、なんか逆さ、確かにアバターもなかなか出すのが大変だ。燃えるほんまに体操服体操服嬉しいの。ねえ体操服
ランドセルに体操服。そうなの？まあ要検討で。本当に小学生になりそう。いつかこんなランドセル背負ったり体操服着たりしてたら、いつか小学校な小学生になっちゃいそうですよ。20歳なのに。要検討しときます。アズミなりけサイズ感的に、サイズ感的にって話でもね、多分小学校の体操服は余裕で着れますね。着れるのは着れるんですよ。一回着たことあって、小学なんか興味本位で大きくなって 3年前ほどに出てきて片付けしてたら、そう見た感じはちっちゃいんだけど、これ着れるかねって言って着たら意外と着れて、普通に。そうから小学校の切れちゃう。なんかどこまで切れるんかさ、自分もさ確かめてみたい。昔の服、ちっちゃい時の服どこまで切れるか何歳までの服なら着れるんだろう。背丈がさ大きくはなってるけど、でもちっちゃいからさ、それなりに着れるんだよね多分。着れちゃう気がする。ちっちゃい時の服とかも。でもの残ってるか分かんないから、探してないし着たことないから分かんないけど、サイズ感的にちょっと丈がちっちゃいかなみたいな感じ。ちょっと丈っていうか、あのスカートの丈が短いかなとかありそうだけど、体操服は着れましたね。あ、チアーズミン、チアーズミンは中継してるの。え、興味範囲で着てる、やばいか興味本位で着たことあるのやばいかなそう、いや一度だけね、一度だけですよ。そういっぱい興味本位で着てないちょっと弁解、一度だけそんなこともやったかな。体操服だけね。エイジさん、初見さん、ありがとう。そう、服縮んだかな。うん、そうそう、そんぐらい。いや、西松屋さん、いや、一桁無理じゃろ無理です。一桁幼稚園とか無理よ。西松屋さんも無理、それはそれは無理、それは危険。おはよう。ねえ、小4くらい普通に行けそう。え、わかるわかる。小4くらい、小学生、小学校低学年、低学年じゃん、高学年、中学年ぐらいはけそうか。お姉さんのお下がり着ることある、あるある、ありますよ。お下がり一緒に、一緒に今大きくなってから一緒に着たりとかも全然してるかけど、サイズがねちょっとお姉ちゃんの方が大きいから、物によって一緒に着たりしてます今も。おはよう。あ、でも一桁でも、そっか、9歳か7歳。でも確かにそう言われると一桁の後半代ぐらいはいけるかもしれない。7歳8歳、7歳いけるかな。8歳9歳、8歳9歳はいけそうだね。8歳9歳、確かに学校が分からないような体操服だったら。でも配信しないよ、体操服配信はちょっと
ちょっとスルッと言い切れませんね。ランドセルはやったけど、ちょっと考えとこう。体操服は。なんぼ伸びたんかね、分からんのよね。あんまり覚えてないよね、小学校6年生の時の身長何センチだったんじゃろうか。100でも140はあったと思う。多分ね、141とかじゃない？140とか141とかだったよ多分。だったと思う。で、中学校入って伸びた。140はあった気がする。そう、私お下がりできないんよ。自分がお下がりあげれないんですよ。サイズがちっちゃいからさ。お下がりあげるってなったら、もう知り合いの中学生とか小学生とかにの子たちにあげるとかしかないんですよね。年が近い子にお下がりできないんです。私の方がサイズがちっちゃくって、小学校の時なんか同級生の子にお下がりもらったから。同級生のね、めっちゃ仲いい友達がいてね、身長がね高い、めっちゃ身長高い子だったんですよ。その子がね、その子のお下がりもらいました。同級生そんなことあるって感じだけど、そう。でもね、可愛いワンピースもらって。でもね、そうなっちゃうぐらいね、ちっちゃかったからね。8センチは伸びた、小学校から。大人済み、確かに大人済み配信もやっぱ二十歳らしく。大人済み配信も。おはよう。体操服にランドセル。どっちも。どっちも。コラボレーション、体操服とランドセルの。やらんよ。やりません。それはなんかもうね、大丈夫、二十歳で私。大人ですよ。やっちゃって大丈夫？ちょっとコラボレーション、体操グランドセル現地お話し会登場。いや、怒られるわ、体操グランドセルで現地お話し会登場したらね。なんかさ、アウトじゃないけどなんかアウトされそうだよね、体操服ランドセルしたら。親戚からもそうそう、お下がりもらってた。うんうん、あれはでも親戚のもお姉ちゃんから。確かに、リオツナピナッケで、確かに、そうだね、どんな感じなんだろうね。いや、コスプレできないからね。確か、でも、お話か、直接、オンラインならさ、まだあれだけどさ、直接でさ、ランドセル背負ったらさ、ちょっとね、やばいよね、やばくないか。背負えないけど、まだ。ね、ちょっと、危ない。なんか、誰かに止められそう。誰かに止められちゃいそう。あと、みんなのいろんな扉が開いちゃいそう。生であずみんのランドセル姿なんか見ちゃったら。
みんな、みんなの扉が開いちゃうよ。いいんですか、私がみんなの扉開けちゃっても、開けちゃってもいいんですか。みんなはその角度があるんだったら背負うよかっこいい、背負うよ。全然開けちゃってもいいの、みんなの扉を。もう開いてる、もう開いてるか朝からもうどんな配信、もうちょっと爽やかな配信しよう。朝から、朝なんだから。おはよう、朝だよ、そうだよ。え、ファッション、え、でもそうだよね、ファッション、え、聞いたことある、外国の方でファッションに。おはよう。おはよう。まあでもね、いろんな服着れるんだったらいいな。まだできないからね、コスプレ系は、コスプレとかは。いろんな服で着れるようになったら、いろんな服着たいね。おはよう。ね、楽しみだね。いろいろできるようになるから頑張ってね。今週、今日から平日始まるから、また月曜日頑張ろうね。あとお話し会も再販が今日の1時までです。受付が福山の、9月13日の福山の直接お話し会は今日の受付が本当に最後になるので、お待ちしてます、お待ちしてます。お話し会今日の1時までだよ、1時までです、お待ちしてます。私のプロフィールからも飛べますよ。で、あとあのボーディングのやつ、そうは12時まで、スペイベの申し込みは12時までです。今日のスペイベ申し込みは12時まで、お待ちしてます、待ってます。おはよう。おじいさんがランドセルやってるの見かけちゃう。あ、そうなんだ、海外ファッション的な。すごいよね、ファッション、ファッションか。形がおしゃれって流行ったのかな、ランドセル。締め切りたくさんだね、お待ちしてます。それだけの思い出いっぱい作りましょう待ってるよ。平安住さん、バラありがとう。ねえ、スペイベ当たってほしいな、みんな。あ、日本でランドセル、海外のものなの、ランドセルって。もともとそうなん、日本じゃないの、日本発生じゃないのなぜ Uber Eats って書いてあったらバイト中に見える。いや、見えない見えないでしょいや、何面白い、見えないよあ、わかんない。でも黒のランドセルだったらギリギリいけるかもね。ウーバーイーツって書いて黒のランドセル背負ってたら毎年自転車乗ってあ、お話が追加したんですが、もう少し枚数増やそう。え、本当に嬉しい、ありがとう、嬉しい嬉しい待ってる、
待ってます、嬉しいよ、ありがとう、話したい、もっと話したいです。ナーズさんハートありがとう、おはよう。黒ならワンちゃんウーバーイーツできそう。日本発祥かと思ってた。おはよう。あ、そうだ、パイナップル、パイナップル、お母さんが切ってくれたパイナップルがね、今冷蔵庫でね眠ってるんだ。この後食べるパイナップルね、写真送るね、またメールで。よいしょ、じゃあ男女読もうかな。パイナップルが待ってます私を。パイナップル13位、 NB さんありがとう。12位、龍也くんありがとう。11位、ティガーさんありがとう。10位、ダイダイさんありがとう。9位、フラペチーノさんありがとう。8位、マサタロウさんありがとう。7位、とっちゃんぼやさんありがとう。6位、ナーズさんありがとう。5位、モモンガさんありがとう。4位、コーダさんありがとう。3位、ゆずきちさんありがとう。2位、ひりやすみさんありがとう。そして1位はドゥル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 バン、しんごさんありがとう。ありがとう。ありがとうございました。今週も頑張ろうね、平日頑張りましょう。いってらっしゃいみんな、お仕事学校いってらっしゃい。月曜日またね、ゼロ配信で会いましょう。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。じゃあねえねえあずみんで終わります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきます、せーの。なーにー、ありがとうございました。バイバーイ。バイバイ。いってらっしゃい。バイバーイ。